皆さんこんにちは、ムーンです。スロンとマクヘルの謎のストーリー、続きの物語やっていきたいと思います。よし、ようやくね、あの10話が終わってね、次11も終わって12話だったっけね。よし、じゃあやりましょう。よく知らない人と会話する必要があるときに便利なのが天気の話題です。今日は晴れてよかったですねと言われて怒る人は少ないですから。でもこの物語の主人公は天気の話題に立腹しているようです。今回は第12幕嘘つき天気予報やっていきます。雨は2日ほど降り続きますが、72時間後には爽やかな青空が広がっているでしょう。この天気予報を聞いたジョンは絶対に当たらないと決めつけた。確かにジョンの読みは正しかったが、なぜわかったのだろうか。はい、天気予報で起こったことってあるのかな。あくまで予報だしね。2日ほど降り続きますが、72時間後に爽やかな青空が広がっているでしょう。じゃあ72時間後をちょっと見ましょうか。72時間後は青空だった。いいえ、違う、青空ではありませんでした。ほうほう。72時間後の天気、ちょっと待って、一回戻ろうか。爽やかな青空、でも青空ではないんですよね。曇り。いいえ、違う、じゃあ雨だった。いいえ、あ、違うの。え、爽やかな青空が広がってるでしょうって、晴れだったの？はい、はい、しかし青空は広がっていませんでした。ん？青空が広がっていない、晴れ。72時間後、ジョンの読みは当たってたんですかね。はい、青空は見ることはできませんでした。言い方に秘密がある。ほう。はい。はい。3日目と言っていればよかったのですが、3日目。72時間後ってあまり言わないですよね、天気予報。3日目の天気は晴れだった。はい。はい、日が落ちるまでは爽やかな青空が広がっていました。晴れだったんですよね。いいえ、あ、違う、え、天気予報が伝えていたのは青空ということだけでした。え、どういうこと。ジョンについて聞いてみましょうか。ジョンの職業に何か秘密がある。関係あります。天気予報聞いた場所ない。関係ありません。なんでジョンは分かったのかって話ですよね。ジョン、あ、これじゃない、これが関係してんじゃない。ほらほら、はい、はい、天気予報が放送されていたのは深夜のことでした。深夜、あれ、深夜、よしよしよし、ちょっとタッチができませんでした。深夜、ジョン、深夜にジョンは天気予報を
時ぐらいだったんですかね。はい、はい、仕事終え寝る直前にテレビを見るのが日課のようです。ちょっとさ、なんかさ、いまだになんか回答いけるぐらい自信がまだできてないんですが、んジョンは間違いに気づいた。はい、はい、これが昼間なら問題はありませんでした。あ、そういうことか。あー、そういうことか。星空ってことか。あー、わかった。はいはい、はい、雲のない日であればとても綺麗に星が見えます。あ、そういうことね。嘘つきですね、これはね。確かに青空はそうですね、広がらないですね。では回答いきましょう。72時間後の天気は晴れ、天気予報は何と言っていた。青空。ジョンが天気予報を聞いた時間帯は深夜。72時間後に広がっていたのは星空ですね。こういうことですね。正しいようです。やったー。じゃあ解説を見ます。ジョンは仕事を終え晩ご飯を食べ風呂に入った後、テレビをつけてニュースを見始めた。太陽はとっくの昔に沈み、現在の時刻は深夜0時。72時間後も夜なのだから、爽やかな青空が見えるはずはないのだ。そっか、まあ言い間違いっていうのもあるでしょうけど、72時間後と3日目っていうのは言い間違いないですよね。ちょっとね、天気予報ダメでしたねっていう話でした。では進みます。決まり文句というものがあります。それを言っておけばまず間違いがなさそうな言い回しのことですが、この物語の場合はそれが裏目に出たようですね。すごいなんかね、めっちゃ神々や神々。はい、じゃあ今回はここで終わりにします。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンからご覧になっている方は、チャンネル登録はこちら、サブスクライブと書いてあるところにリンクが貼ってありますので、そちらから登録をお願いいたします。スマートフォンもしくは携帯電話からご覧になっている方は、現在ご覧いただいているページにチャンネル登録ボタンがあると思いますので、そちらから登録をお願いいたします。これからも楽しい動画をバンバンアップしていきたいと思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。